なぜ天井を見てる。俺は倒れたのか。何もらったんだ。なぜ俺が寝てるんだ。わからねえよ。セブン。うわ、チャンピオン立った。立ち上がった。えい、ふらついてるぞレフェリー。構えてんだろうが。止めて。際どいな。ボックス、どこだ。ダイアツラウンド残り時間約1分。さすがだぜチャンピオン。俺の渾身の一撃だったのによ。一発で終わらなきゃ、二発三発行くしかねえ。聞いてるぞ畳みかけろ。立つよ。さっきのパンチは上か。あれをもらっちゃダメだ。ガードが上がった。左ボディが突き刺さった。くそ、上かと思えば下が来やがる。何が何だか分かんねえ。チャンピオンのフリッカーに挑戦者近づけない。右目が塞がってきて、野郎の左が見えにくいったらあれしね。構わねえ、突っ込め。挑戦者肩から飛び込んだ。上のパンチだけはもらわねえ。上は勝て、下だ。上があくまで叩き続けてやるぜ。挑戦者の徹底したボディ攻撃、チャンピオンをロープに詰めた。チャンピオンのガードを下げた。開いた。これをまともにもらったら全てが終わる。俺は全てを失う。泣くな組、泣くんじゃねえよ。挑戦者必殺の右が炸裂。お兄ちゃん、ドラゴンフィッシュブローに集め。嫌だ、嫌なんだよ、全てを失うなんて。くそ、負けられねえんだよ。チャンピオン倒れない。少年なクレンチだ。今当たったのに。マシバは決して打たれ強くない。もう限界を超えているはずなのに、まだ耐えるか。技術云々じゃねえ、マシバの怖いのはあの勝利への執念だ。離れろこら。マシバ離れて、ブレイクだ。見苦しいぞ、早く離れろ。これでもチャンピオンかよ。レフェリー、決定しろ、決定。離すな、マシバ、生き残れ。マシバ、ブレイク、限定するぞ。このー。第8ラウンド終了。圧倒的な挑戦者のラウンド、チャンピオン、とりあえず命をつなぎ止めました。